2022年7月13日、5チャンネルにこんなスレが立った。命の授業、大切に育てた豚を最後に食べるか生徒で議論、投票で、30日慰霊、で命を守ることに決定。その後どうなったのかな？早速スレを見ていこう。先生が食べるに1票入れ食肉センターへ。こういうの好き。一致の選考もサルカスと同じことしてるよな。投票する癖に最初から決まってる。ガッチすぎやろ。民主主義の尊さを教える授業いいね。これが民主主義なんや。一票の格差についての授業だったんやね。強権。生徒に投票させた意味ねえ。投票なんて無意味ってことを教える授業なんやね。世の理不尽を叩き込むいい授業。こんなことあっていいんか。これは少子高齢化により一票の格差が大きくなることを教えているんやで。でも下手な政治の議論よりよっぽど政治の理不尽さを学べるからええやん。現実もこれやで。意味のない投票だよ。民主主義に対する挑戦。でも生徒の一人でも暴力革命を起こして先生を締めたら、その豚は助かった。やはり暴力革命は世界を救う。結局食べたんか？卒業式の思い出めちゃくちゃになりそう。こういう時にみんな、下級生に引き継ぐに投票してるのに自分だけ正直に食肉処理施設に送るに投票しとる奴がいたら発達障害な。健常者は小学生の時点ですでに空気を読む能力、自分を取り繕う能力を身につけている。校長、やれ、先生、はい。これが真実や。投票の前に生徒が校長室に突撃して暴れていたら結果が変わったかもしれない。そういうことなんだよね。これやね、ゆとりにはこの気概が足りない。ゆとりってどの世代のこと指してるか知ってるの？マジレスやめて。うわだっさ。これは素直にダサいな。はぁ、あ、ムカつく。先生の一票だけバラエティ番組のラスト問題1億点じゃん。ギャグじゃなくて道徳の授業やれボケ教師。これが社会の縮図や。1990年なんて昔なんだからしゃあないやろ。この頃は民主主義の精神もまだなかったやろうし。まるで今は民主主義の精神があるみたいな言い方やな。いい先生やな。これが現実や。ワイラが食べてる肉だってみんな祝福されて生まれてきたんや。物を食べるというのはそういうことや。食べないとかいう偽善行動嫌い。ペットと食用はちゃうけどな。違いわからん環境で育ったのかわいそうやな君。民主主義は多数決じゃないぞ。ただこの教師は生徒に食肉にすることを説明してないなら民主主義に対する挑戦になるな。民主主義は多数決だぞ。多数決を通じて少数意見を明らかにし尊重する理念はあるけど。いや民主主義は多数決じゃないぞ。このクソ教師を食肉処理場に送れよ。こりゃ若者も投票しなくなるわ。生徒、大人になっても絶対担任恨んどるわ。まさしく命の授業やね。命に優劣をつける人間の醜悪さを教えてあげた優しい先生。昔この手の授業やった学校で、児童がトラウマのあまり登校拒否続出して問題になったことがあった。でもこういう授業は重要だろ。自分たちが食べてるものはそうやって送られてきてるんだから現実を知るべきや。命の尊さを学ぶことはええと思うけど、もうちょっとトラウマにならん方法あるやろと思うし、その上無意味な投票するのは意味わからん。目的はいいけど方法がね。鶏でやるか？うずらでもええで、フランキで優勢欄を温めるところからスタートやな。どうしても実際に育てなきゃ命の重みを感じないってなら鳥は実際結構いい線かもね。魚だとそこまで思い入れ持てないだろうし、哺乳類は賢すぎて友達感覚になってしまうし。下級生に引き継ぐ、餌代も最後はどうするんや？何十年も生きんぞ。下級生はいきなりでかくて臭い豚を押し付けられるんやから思い入れないし食うやろ。ここで下級生に引き継ぐってあたりがいかにもギャップやな。面倒なものは下の世代に押し付けて終わり、ガキのうちからこれ。生徒は全員助ける方に票入れたんやね。お前らみたいなひねくれ者は絶対落座は入れるだろうけど。この投票自体意味なくね。豚を育てる過程で命の重みは十分理解できるわけやろ。命のありがたさはわかりましたか？はい、じゃそれを噛み締めて豚肉噛み締めてねってのがこの授業の本質やん。豚を食肉にしないって選択肢取らせるなら、もう一生豚肉を食わせないよう教育せんと意味がない。食べさせるありきでやったことやとして、投票という選択肢を取った教師が全面的に悪いわな。さらに結果を覆すとか悪手に悪手を重ねてるわ。こういう教育受けたガキはヴィーガンになるんかな。それともそれはそれこれはこれで食べるんかな。子供やから揺れるやろな。というか未成年の人格形成に影響するからこんなことすべきやないんやけどな。実際国民の9割が食肉用家畜の屠殺を意識しなくていい現代ってすごいよな。電気ショックとか見たことないもん。よくない。昔はみんな鶏飼ってていいことがあったら締め殺して食ったんやぞ。それが日本の伝統や。日本の伝統を冒涜するな。肉食うためには自分で屠殺して裁かなければならないってなったら、過半数がベジタリアンになるやろな。テレビで流れるアフリカの飢餓に苦しむかわいそうな子供たちみたいなもん。目の前にいたら急いで助けるだろうけど、単にそういう事実があるって知ってるだけなら、かわいそうだねー。で終わり。友達が日雇いで屠殺場行ってトンを電気棒で追い立てる仕事させられてたけど、まあまあ楽しめたと言ってて最高かこいつはと思ったわ。毎回思うんやが名前つけるのおかしくね。普通こういうのって番号とかで管理するんちゃうか。
わざわざ情が映るようなことするのはさすがにおかしいと思うんやが。君の実地くらいの歳なら名前つけて可愛がってた鶏締め殺して食うなんて、日常茶飯事だったんやで。屠殺場の人たちだって一匹一匹に愛情を持って接してたら壊れるやろ。壊れないぞ。それが動物の本質だって理解してるからな。屠殺場見学は行っといて。道徳とかどうでもいいけど屠殺場は一回館に行ってみたい。動画で見るだけでは何も思わんかったけど生やったら何か思うところがあるかもしれんし。せやな、見るのもええし、なんなら自分で殺して解体してみるとええで。あ、生き物解体するのって大変だけどできないことじゃないんだなって気づけるで。お前らって過激派ヴィーガンのことは叩くくせに実際に動物の命を奪う選択させることは叩くよね。でも肉食うってそういうことやん。ペット感覚にさせるのがあかんなら屠殺場に連れてけばオッケーなんか。植物だって同じだわ。みんなで1年間育てて多盆栽を食いますとか急に言われたらみんな反対する。野菜も家畜も栽培してるから食えるにゃ。そもそも急に言い出したとかいうのがお前の勝手な妄想で、最初から食べるために始めたことなのは今の日本かな。民主主義って何かね。名前つけたやつを食うか食わないか考えさせるってペット食うかどうか言ってるのと同じと気づかんもんかね。名前つけたから悪いとかの問題なのか、名前つけなければ愛着湧かないからオッケーなのか。そもそも最初から命の重みを学ぶ授業として始めたわけで、名前を付け出したのも生徒側やん。別に食うことを目的に飼ってたわけじゃないけど、お前は母親が死ぬのとその辺のアフリカのガキが死ぬのが同列だと思ってる人。先送りするってのは無責任だよね。先生は責任果たした。てめえの手に負えない問題を持ち込んでること自体が無責任。投票させたのは無意味でクソだけど、食うつもりで買って下級生に引き継ぎとかは問題の先送りにしかならないよな。先輩後輩で圧力生みかねない。食うつもりの先生によって育てさせられた、いやぞ。だから投票はすべきじゃなかったんよ。育成後でも食肉加工すること後悔して実施するなら生きて食うことの教育にはなった。投票させるから疑問がつく。学校は社会の縮図とはよく言ったものよ。まあ3年も育てきったトン下級生に押し付けるとか下級生のこと考えてやれよと思うな。そもそも勝手に豚持ち込んで無理やり世話させて、理由も明確にせず愛玩目的で飼ってた生徒もいたであろう中で生徒が悪いもクソもないやろ。すべて箱のクソ教師のオナニーやん。それは否定せんけど、食べる以外の選択肢が下級生に押し付けるのはあかんやろ。自分たちが愛玩したから生きてほしいのはわかるけど責任取る気ゼロやんけ。そりゃそうだろ、責任を取るのは教師やん。それで、教師は飼うのがめんどくさくなって殺す選択をしたんやろ。命の授業でもなんでもなく気持ち悪い人間のエゴが書き合いが見えただけ。所詮トンなんて殺せばいいという程度の価値観しかないくせに偉そうに説法垂れる小学校教師って構図だけ歯おもろいわ。なんででこれで命の尊さがわかるんや。むしろ畜生の命ってこんなもんかって感じやろ。命の儚さまでわかってお得やん。一体これで何が育つっていうんやろな。ワイならトラウマしか残らんけど。もし命の授業が南西で行われたらどうなるんや。9560kg の豚肉を処分する方法。小学校の時全く同じ経験したことある。買ったのはカメだけど満場一致で殺した。臭かったし。相当お腹空いてたんやろな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。